さあ皆さんお待たせしました。 SL の洗車が終わったということなんで、勝手に紹介していいよっていうことなんで、はい、ちょっと一緒に小川君と見ていきたいと思います、はい、これが SL63 ベースということで、はい、もう全部外装がマンソリーになってる、フルフルでマンソリーのパーツがついてる感じ、はい、ボンネットすごいねこれ。すごいですね。ここも入って、こっちも入って、こっち側にダクトがついて、はい、もう全部カーボンになってる。上にも2つ入って、カーボンの目は、はい、T200、ね、一番スタンダードなタイプ、はい、ただこれ動画でちょっと伝わるか分かんないですけど、はい、こう折り目が全部こう中心に寄ってる。そうです、ここ V 字がで割とこう複雑な凹凸のある造形ですけども、全部このカーボン面が曲がることなく綺麗にできてると、はい、そしてエンブレムなんかも変わってたりとか。そうですね、ここが変わって、まずこのレーダーセーフティーが変わって、はい、であとこれもそうです。それどうなってんの、チョンギってつけてんの。あでも切ってそうですね。そうだよね、ここで多分切ってで、かぶせでここまでカーブ。あーなるほど、はい、じゃあ純正加工かな、純正のパナメリカーナグリルの縦ピンを両サイド多分3本ぐらい切って ね、そこにこうダクトつけてる感じ、はい、でここまでこれアドオンになってる。あなるほど、はい、真ん中にはこうかぶってないんですね、両脇だけ、はい、あそうそうそう、 ここまでだけなんですよね。でちょっとこう出っ張ってる感じ、はいはい、ですです。そして下側は、下側はおそらくここもアドオンかな、はい、かぶせですよね。ですね、でちょっとこの中の多分メッシュとか外してると思うんですよ。なるほどなるほど、でこれもあ純正がここまでだ、はいはいはい、でこことかフロントリップとかかぶってる感じの、はい、じゃあ純正バンパーベースにもうざっくり交換しちゃってる。そうですね、で先端にこうイエローのライン、はい、ここもこれ全部塗装ですね。なるほど、はい、塗装で全部入って、うん、あの見慣れたマンソリーのロゴのイエロー、あそこも黄色なんだ、はい、これも黄色になってて、でカナードもがついて、はい、てカナードこれどうやってついてるの。あ、でも一応 L 字にはなってる、ね、あそうですね、はあはい、これがエクステンションのアーチマイン、はい、確かなしもいける、なしもいける、ワイドにしないで組むこともできそうです。そうですね、だからワイドボディ用でスペーサーが入ってる。なるほどなるほどなるほど、はい、ということでナローボディのまま行きたい人は、で当然このオーバーフェンダーもカーボンですからね。そしてホイールはマンソリーの21インチ、はい、はい、センターキャップに色のアクセントがついてたり。そうですね、車高はこれ下げてないっぽいんで、あ純正車高なんだ、はい、はい、だからバネがブラバスがやっとこさ出したんで、はい、今のところはブラバスぐらいじゃないかな、まあ、納車もまだ全然あの滞ってるってことで。そうですね、はい、まだこれからこれからおそらくいろいろなものは出てくるんじゃないかな、うん、でここもこれアドオンですね、あ貼り付けのタイプ、フェンダーごと変えなくていいんで、はい、だからこれとついてて、はい、その辺も全部イエローで統一されてる。そうですね、そしてサイドスカートも、サイドスカートも、はい、これもアドオンっぽいですね、純正のサイドスカートに。そうですね、上からつくようなオンしてる感じです、はい、でこれもイエローのアクセントが出ての、はい、でこれがミラーが、ミラーカバーだけで、まあ、原付が買えるぐらいの確か金額、もうちょっといいのが買えるか、 250cc のバイクが買えるぐらいの、行かれてます、ね、そうですね、これは外してます、ね、純正の上半分を交換するタイプです、はい、でエアロケージョンなんで、はい、で、こっちも、はい、ここもそう、ここがちょっとこう、なるほどなるほど、このアクセントがついてて、はい、あとはギアのエクステンションアーチに行きまして、で、リアは22ですね。あ、21、22なんだ。21、22、はい、そしてリアもエグい、リアがエグいですね、これなんかローマみたいですね。確かに確かに確かにでもまずまあ上から行くとこれがこれ交換だよね、出てくるやつもね、はい、はい、うーんって出てくると。というわけでこれもカーボンになってて、ちょっとここがちょびちょび、はい、そうですね、ちょっとこうあのリップ形状になってて、エンブレム、はい、はい、でこれがちょっと僕らの中でもいるのかいるのかいらないのかみたいな感じ。確かに確かに、はい、でもリアはなんかテールランプつながってるように見えて、あスタイリングは結構変わるのかなっていうのはあります。これがディフューザーが、さすがにこれは交換やと思うんですよね。ごっそり交換だよね。ごっそり交換で、でエンブレムも入って、はい、これあそこがそうそうそう、はい、抜けてる、あの最近マンソリーのクーペ系では人気のデザイン。結構他のチューナーもこのデザイン取り入れて、多くなってきましたね。はい、81のノビテックもそんな形だった。ああ、そうですね。でアクセントのアドオンのパーツがついてて、ここにアドオンついてて、マフラーカッターがこれ結構かっこいいんですよね。はい、楕円なんですよね。確かに。はい。若干楕円でこう、はい、このプレスラインが入って、はい、外側も内側も入って、そしてあと内装が少しだけやってあって、これなんかすごく日本で乗るに
参考になるんじゃないかなっていう、はい、スカーフプレートと、そうスカーフプレートと、はい、あとここのシートのカーボンパネル、そうですね、背中のところのパネル、はい、ここですがマンソリーになってます、カーボンで、そしてマット、フロアマットとペダル、あペダルもか、はい、だからまあこれぐらいだったら全然確かに日本でもできるんで、ちょっとオプションでおしゃれな内装を選んどけば、はい、これでなんかすごい統一感というかコンプリートカー感が出るということ で、ね、こんな感じの、これデモカーだよね、これデモカー、はい、はい、を紹介させてもらいました。もう鍵を渡されて、あの勝手にやっとけとお前らすごいすごい、池田君どうですかこのラインナップ。いやすごい、本当にびっくりで、もうさっきも細かく結構パンチングの質感とか全部ちょっと僕も内装もすごいよね、見させていただいて、でまあこの SL もそうですけど、しっかりやっぱり外装から内装からで、中でちょっと見たゲレンデのデモカーなんかエンジンもしっかりタービンからやってたので、もう全体的にできるんだなっていう、この技術の高さはびっくりします。ちょっと日本で認知されてるマンソリーと本国がやってることに割とちょっと今現在だとギャップがあるかなと。で、ね、本国はとんでもないことをやってる、そして今鍵を借りてきたんで、あの乗り込んでるやないかい、お願いします。じゃあはい、あ結構静かね、やっぱり。すごいタービンサウンドめっちゃするね。そうですね。というわけでこんな感じの排気音、もしかしたら今後マフラー出てくる可能性もありますけど、今現在このエンドのとこだけ交換ということで、まあ、純正サウンドですけどこんな感じです。さあそして続いて中に入ってきまして、中はこんな感じで、多分いつも動画とか写真撮影に使ってるやつじゃないかな。スタジオがあってこんな感じでサンドベージュのゲレンデ、車がで、これも全部ついてる、グリルも変わっててボンネットルーフバンパー、そしてあヘッドライト、これ繋がってる、こんな感じで繋がっております。そして当然めちゃくちゃワイドになってて、まあ、いろんなチューナーのワイドボディキットありますけど、確かマンソリーが一番ワイドになるんじゃないかな。でこれフェンダーも変わってますね、フェンダーも変わってて、ドアもドアパネルが入ってるんで分厚くなってると。これ繋がってるね、ここ全部全交換、全交換、そしてボンネットも交換、ミラーもこの上が交換、あこれ塗ってる、あそうなんか全部塗ったの、あこれあれだ、マンソリーからカーボンのカバーがここ出てるからそれで塗ってんだ、純正塗ってんじゃないんだねこれ、ちょっかいかかって、ちなみにこれもあのえげつない金額するんですよね、このカーボンのカバーも全部塗るんですよ、はい、でこれ変えてもあんまり変えた感がないんですけど、こうやって塗るためにっていうのは結構いいんじゃないかな。だからこれつけてる人見かけたらあのとんでもないパーツついてるんでみんな覚えておきましょう。そしてこれドアパネもついてて、ドアパネもついて、はい、ダクトもついて、マフラーもマンソリーになってて、でさすがにこれはドアパネついてるんで90度開くキットとか、あとはあの観音開きキットはついてなかったです。やがないんだよ、多分ね当たっちゃうんだと思うんだよね、ワイドになってから、はいはいはい、ただただ岡君ゆっくり閉めてください、そーっと、ソフトクローズキットついてる、はい、マンソリーについております、ね、前ももちろんついてるんですよ、ね、ドアのまま全部乗ってて、はい、ステップもマンソリーの、短い短いね、前までないんだね、本当にこう乗るとこだけ、ここだけ、はい、あでこれ内装もすごいんですよ、内装も見ましょう、なんとエアコンのダクトとかなんか現行の SL みたいな、うん、一番新しいタイプのエアコンダクトになってて、はい、全部こうレザーで張り替えです、さすがにカーペットはやってないんですけど、うん、マットも、もう全部張り替えて、なんとスタートボタンが上に移設されてる、はい、じゃあスタートボタンどうなってるんだって言ったら、なんとライトのスイッチに、はい、フラッシュライト、はい、ちょっと取れるかな、はい、なってるみたいです、あのループのライトでしょうね、ああなるほどね、ここのライトの方じゃないか、作業灯みたいな、はい、ということでこんな感じ、確かにこの方がいいっすよ、ね、確かに確かに確かに、そのまあデザインをあんまり損なわない、うん、確かに、でしっかり奥まで収納されるんでそんなに目立たないんじゃないか、うん、
そして最近流行りのディッシュホイールと、はいはい、で後ろも全部カーボンのパーツ満載でございます。あ、これテーラーカバーいいね。あ、これかっこいいですね。ね、これがなんか 3D プリンターっぽいんですよ。この中も、そうそう、作ってんだ。質感的に。で、背面タイヤはこっちもこっちもカーボン化。本当だ。すげえ、ここカーボンすごいですね。これどうやって外すの？にゃんってパキパキって割れへん。なっちゃいそうだよね。ね。ということで、この感じになってると。ここもサンドベージュ。そうだね。アクセントで入って。あ、本当だ。マンスリー P900 ということで、おそらく900馬力じゃないの？ですね。そしてこっちの映ってない方にカバーのかかった車がたくさん、急行がすごい、急行もワイドになってる。で、本当はもっととんでもないゲレンデが工場の中に入ってるんでお届けしたいんですけれども、うん、ちょっとそこはお届けできないということで、まあ、想像していただけると、まあ、待ってれば多分そのうちネットだったりにいろいろ出てくると思いますので。さあ、続いて紹介するのはこの2台です。なんとあの勝手に取っていいよってんで鍵を渡されて、このフォーメーションにされたということで、みんなでワイワイ見ていきたいと思います。ということで、まずこっちのカリナンから見ていきましょうか。これも全部マンソリーのヤロキットのホワイトボディキットが組み込まれてて、こんな感じで、でもうちょっとノーマルのと比べたいんですけど、ちょうどノーマルがこっちにあるんで、なんかもうノーマルがちょっと可愛く見えちゃう。池田くんもドン引きですということで、もうこのノーマルベースに、これデモカーなんですけど、全部ワイドボディキットが組み込まれてて、もうバンパーフルバンパーで交換、それデイライトが入ってるのかな。これが新しい、はい、マンソリーのカリナン用でも新しくここが変わったモデルになる。なるほど、ニュータイプのこのデイライトか。でこれさっきデイライトだけが上に置いてあったんですけど、裏にちゃんとマンソリーって入ってて、品番も入ってたんで、そういう細かいパーツも全部マンソリーで管理されてる。で結構特注仕様でバンパーの先っぽがちょっと違ったりとか、いろんなバージョンあるんだよねこれね。ということでこちらの仕様、これデモカーみたいです。ちなみに今エンジンかかってるのは乗らなすぎてバッテリーが弱ってるんで、ちょっとレベル、はい、かけといてって言ってました。そしてこれ全部純正色に合わせてフェンダーだったりバンパーだったりグリルだったりもフェイントし直して全部同色になってるということで、で途中岡君も言ってましたけど、このグリルの内側だけこのアクセントカラーが入ってる。でこれこっち側だけ塗ってんじゃなくって、こっちから見るとこっちの青も見えるということで、正面から見ると分かんない。ピンがこう板なんで、その裏側を塗ってあると。で全部エンブレムだったりこのスピリットオブエクスタジーも同色の水色に塗ってると。でこのセンターライン、これボンネットもマンソリーのポイントですね。はい、ボンネットマンソリーかな。はい、失礼しました。これ純正のフードにこのマンソリーのアタッチメントがついて、真ん中にラインが入ってる。そしてもう全部同色、カーボンなのにカーボン目が一切出てないということで。そしてワイドボディになってて、まあ、日本でも何台か作らせていただいてますもんね、ワイドボディの回のということで、ワイドボディになってて、ホイールもディッシュの、これかっこいいですね。24インチ、こちらのホイールが装着されていると。でこれもボディ同色で、で真ん中のリングとマンソリーロゴだけアクセント柄の水色が、そしてコーチラインは、はい、マンソリーのオリジナルラインになって、マンソリーロゴがで日本でやってるのと一緒で、このマンソリーロゴのとこだけちゃんとクリアの中に入れて、このコーチラインの方はちゃんとクリアの上に塗ってあると。そしてサイドスカートも全部つながってて、そしてドアの取っ手だったり鍵穴も全部同色、窓枠も同色。これ同色かっこいいですね。池田君どうですか、同色。すごいです、同色すぎてびっくりしちゃった意外にマンソリーの工場の中にも同色の車めちゃくちゃ入ってるということで、同色ちょっとトレンドかもしれないですね。ちょっと一歩間違えるとどれらいことになる。確かに、もうベタってした車になっちゃうとそしてこのピラーのとこのアドオンのパーツもついてて、リアも同じようにディッシュの24インチ、はい、で後ろに回ってくると、後ろもこんな感じでエアロパーツ全部ついて、はい、これが多分普通ないんですよね。確かにこの F1 のレインライトみたいな、はい、これがこの仕様だとついてると。これいかついですね。そしてこれ中も見たいと思います。なんとこのエクステリアのアクセントカラーにもなってるこの水色を使ったこの内装張り替え、
こことここと、そしてこれは、うん、はい、刺繍とパンチングで、ここは、はい、オリジナル純正重要正。ただこのドア のポケットの中は、うん、張り替え、張り替え、それできるんだね、純正残したものね。ね、そうですよね、はい。そしてスカッフプレートだったりだとかマットだったり、あとピクニックテープ、これすごい。でしかもこのカーボンも新作の、はい、格子柄みたいなカーボンが使われて全部張り替えられてる。で天井はサンルーフ、天井もこれ張り替えじゃないの？いや、これは張り替え、あ、張り替えてないけど、うん、サンルーフなのにスターライト付き。あ、そうなんだ、すごい。これそんなのあんの？ないないない。あ、じゃあこれマンソリー製。ここもこれあのダイヤモンドの、へー、あそこが足されてると。まあ、オーダーメイドでこんなのも何でもできちゃうみたいです。すげえなこれ。これがデモか。スターライト青く光らんすもんね。あ、そうなんだ、ほんとだ。これちょっと動画で撮れてるかな。青いスターライトこんな感じ。シューティングスターではなさそう。スターライトだけですね。あのスターライト設定ない車とか、昔あのグロノスとかも、ああのスターライトのヘッドライト なってましたけど、そんなのもやってると。あといいなっていうのがこれ、あーシートベルト。そう、これはかっこいい。シートベルトもマンソリーになってる。だからお客さんの要望次第でもう何でもできちゃう。そうそう、まあ、こんな内装外装なんていうのはお手のもので、もう言ったらクーペにしたりだとか、はい、車長くしたりだとか、観音開きじゃない車観音開きしたりとか。さっきウルスのクーペ作った。そんなのもできちゃう。 あのヤングチームがめちゃくちゃ興味津々ですけど、はい、アダルトチーム、アダルトチームは落ち着いてこ う、ね、拝見させていただいております。あの、はい、私もアダルトチームなんです。あ、そうですね、はい、これやばいっすね、これやばい。ただなんかほらちょっとこう差し色がきついっていう日本人感覚的にもあるんで、わかりますよ、ね、アダルトチーム的な意見でいくとそうですよね。でも僕個人的にはめっちゃ好きです。わ、はい、かります、はい。ちょっとあの若者感じゃないですけど、ちょっとこうイケイケな感じを感じますよね。そう、もうなんかちょっともう一手間って考えたら、僕はボンネットのマスコット、はい、ちょっと色変えたいかな。なるほどなるほど、わ、はい、かります。ちょっと大人っぽい、まあ、その辺のさじ加減全部できるのもマンソリーですからね。最高ですね、はい、それが。もう勢いは半端じゃないですか。半端じゃない。もうそれこそ本当に名古屋店周辺、名古屋市内でこれ走ってるところを見たいですよね。もう坂ビンビン乗り回したいです。でもやっぱりデモカーっていう性質上、ああそうですね、はい、あの地味って言ったらおかしいけど、うんうん、しっかりとできてるかな。そうですね、はい、やっぱりこう目立たないとデモカーの意味がないですからね。まさにそうです。まあその辺もあって、この辺はあのオフィシャルの SNS とか、はい、その辺にもしっかり出てる車なんで、はい、気になる方はぜひ、そして欲しい方はぜひ、モノカーズでいいですか。もうぜひ、はい、土方さん、岡くん、池田くんにご連絡いただければ。バッチリです。車両チェックしてますんで今岡店長が5点夢中になって、いや新車やん新車でした。あ、本当だ、エンジンのカバーもなんとマンソリーになってる。これもカーボンだよね、じゃあおそらく。あー、すごい、まあ、プラスチックってことはないと思う。ハンドクラフトバイマンソリー。あ、本当だ、ちゃんとここにもなんかマンソリーのロゴとかティファニーブルーにしたくなるけど、ベタ塗りなんですね、意外と、はい、あえて意外とベタ塗り。ええな、これ。あ、やっぱりフードは純正っすね。純正ですね、はい、これマンソリーのフードもあるんで興味のある方はぜひ。とは言ってもえげつない金額なんで気になる方は今度確定にお問い合わせください。さあ、そしてこちらは一見ツートンに見えますけど、ここ全部マンソリーのパーツ、ボンネット、グリルの枠はフォージドカーボン。これ当然ラッピングじゃなくてリアルフォージドカーボンでございます。で、グリルの内側はアクセントカラーのこのブルーが、はい、はい、これでも夜だったら相当映えると思いますね。ああ、なるほど、ここ LED ついてる、はいはいはい、これがねちょっと夜見てみたいです。そうですね。そしてホイールも同じくこの水色のアクセントのカラーが入ってて、こっちのホイールで、パーツは今回こっちは全然塗ってないんで、本当にツートンに見える感じですね。そうですね、はい、そんな感じです。窓枠もドアの取っ手なんかも黒、そしてそのカーボン出してあるところもしっかりカーボンの、フォージドカーボンの目が出てるんで、そうですね、はい、いいアクセントになってるかなと。そしてこれ、はい、たまたま今2台並んでるじゃないですか、はい、だから
同じブルーの差し色でもこっちはアイスブルーで向こうはなんていうティファニーブルーに近い、そう、はい、ですね感じです、ね、そんな感じです。ちょっと薄い水色で、はいはい、ゴーチラインが新たに引き直されてマンソリー色も、そして後ろもこんな感じで、うん、いやかっこいいっすね。なんか意外とこっちがこうカーボンがこう結構こう主張強いのかなと思いつつ、意外とまとまってる感じ、うんうん、これ多分差し色が確かに、あのちょっと控えめだからかな。これオレンジとかになるとまたちょっと印象違うのかな。相当強烈になってきてます、はい、意外にこう水色の差し色使われることって少ないですけど、はい、こんな感じでグレーと、まあ、色的に近いんで、あのそうですね、色彩検定持ってるんで僕。そしてリアバンパーもこんな感じでマンスリー、ご覧ください。やばい、もう目がチカチカする。これ全部張り替え、全張り替えですね。ドアも張り替えで、これすごいんですよね。ドアのこの立体にボコボコなって、なんとこれあのステッチでこのなみなみなみっていうこれ入ってるのはまあ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 って感じじゃないですか。このボコボコこれベントレーかなんかで世界初とかって言ってましたけど、はい、あの同時ぐらいのタイミングで実はマンソリーもやってると。はい、同じように、これも反対側のドアとそれから後ろの鉱石の内張り内装の部分もやってあるんで、基本的にはもう全部これ統一されてる感じです。でこれすごいのが別にあの、うん、ステッチも何も入ってなくこの立体的なレザーになってると。これどうやってんだろうね。すごいですよね。もうボコボコ、ちょっと工場見れなかったんであれですけど、確かにあのマンソリーの拠点って世界中にいろいろあるらしいんで、ヨーロッパを中心に今回ちょっとそこの現場は見れなかったんですけど、完成品はこんな感じでとんでもないのが、そしてシートもシートベルトもこんな感じで全部、はい、マンソリーによって張り替えられております。カーペットはやっぱりやってないんだね。カーペットやってないです、はい、ただ工場の車はね結構カーペットまで張り替えられてたりとか、まあいろいろやりようがあるということなんだろうかな。でセンターのコンソールもそうだし、すごいのがこのステアリング、ステアリングも全部カーボン加工されてて、はい、スポークも握るところもエアバッグも、そしてこのコラムはペイントみたいです。ただ色は合ってるんであんまり違和感ない。ナイスナイス、はい、言われるまであれレザーじゃないんですかって感じです。そしてダッシュボードも全部レザーが張り替えられてる。これ鉱石もすごいね。これすごいっすよね。またスガラスだからすごく、ああ確かに映えるよね、はい、そして天井はそのままですね。天井そのままです、はい、スターライト入って、なんでこの辺もオーダー次第でいろいろできると。天井も張り替えられるし、ピラーも張り替えられるしと、こんな感じでございます。でこれがデモカーということで、あの好き勝手撮らせてもらってますけど、すげえ。まあぜひぜひあのマンソリー外装組みたい。内装は正直結構ハードル高いですよね。ハードル高いです。あの車をおそらくドイツに送って施工っていう形になると思うんで、ただオンリーワンは作れると思うんで、もうこだわりきる方はドイツに送るっていう手もありますし、まあ、あとはこの辺ゆくゆくは販売車両になったりだとか、まあ、あとは販売できる車両もおそらくあると思うんで、言っていただければコンプリートカーなんか、ただ保証の関係なんかもあるんで、まあ、そうですね、まあ、なかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、そういったオンリーワンこだわる方にはそれが答えられるようなあの会社ですので、ぜひ興味のある方は。じゃあ池田君に、東京店もこの間まで借りなんでマンスターやったんだけど、あそうだね、はい、というわけで、はい、東京店池田君にお問い合わせください。さあというわけで今回は僕的にも念願だったこのマンソリーの様子をお伝えいたしました。まあ、僕も動画結構いろんなもん見て、まあ、マンソリーの本社の様子だったりとかっていうのは、まあ、なんとなくはイメージしてたんですけど、やっぱり動画で見るのと現実はだいぶ違って、もう勢いが半端じゃなかったですね。で今ちょっと社長の息子さん次期社長だと思うんですけども、お話をお伺いしたらやっぱり中東向けのコンプリートカーの需要がかなりあるみたいです。あとは中国だったりだとかアメリカだったりだとか、もう本当に世界中いろんなところ、まあ、日本からの要望もかなり多いよっていうふうに言ってたんで、やっぱり世界中から支持されてんだなと再確認いたしました。で最初にもちょっと紹介させていただいたんですけども、やっぱりここ含めていろんなところに拠点があって、まあ、ここで1回車入ってバラバラにしていろんなところで、まあ、内装だったりカーボンだったり、まあ、車体の加工だったりして、まあ、それが戻ってきて最終的にここで組み立てということで、ここが一番やばい車が集まってるみたいな感じです。引き続きモンドグループ各店で、まあ、マンソリーのパーツもちろんコンプリートカーをぜひ入れたいということで、ボンド各店に落としていただけると、まあ、よりオンリーワンのものなんかできると思いますので、ぜひお問い合わせください。というわけでボンドグループの各種 SNS とボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic.